皆さんこんにちは、女流棋士の香川真奈緒です。さあ今日も七手詰め出題させていただくんですが、いつもヒントを出すとき3手詰めまで進めますっていう風にやらせていただいてるんですね。でも問題によっては結構こう3手まで進めるとちょっとその問題の味がなくなっちゃうかな、どうしようかなっていう問題もあるんですよ。なのでちょっと今日試しに、5手詰めまで進めてそれをヒントに変えさせていただけたらなと思っておりますので、まあ難しいなっていう方も最後まで解説もございますので、ぜひぜひお楽しみいただければ幸いです。それでは今日もよろしくお願いいたします。玉方1二玉3一銀3五角攻め方3三馬持ち駒は銀桂歩です。この問題のポイントを解説します。さあ実はあんまり詰め将棋で歩が持ち駒なこと結構これまで少なかったんじゃないかなと思いますが、今回まあ歩があるということでどこで使うのかなと考えていただければ幸いなんですが、この3号に角がありますので、結構こう例えば最初に1三歩と打ちますと、まあいろいろあるんですけれども同玉と取られまして、銀で王手をしたくてもこう角で取られてしまいますよね。で2五桂と追いかけるような王手ですと、これはもう1四玉でもう何度見たかこの悪夢をみたいな状況になってしまいますので、まあ、これもあんまり良くないよねというところですね。この上の地点が結構広いです。飛車も金もないので上にどん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 脱出されるとなかなか捕まらなくなってしまいます。ちょっとそれを念頭に置いていただきつつ、なかなかね普段よりもちょっと威力低めな駒たちで今回お送りしておりますので、繊細なコンボを決めていただいて、まあ、特にですねこの歩と桂馬どういう組み合わせで使うのかなっていうところを考えていただければと思います。それでは5手詰めまで進めさせていただきます。2三銀2一玉ここからは5手詰めになります。頑張って解いてみてください。やっぱりちょっと難しいかもと思ってヒントをもう一回出しに来ました。ちょっと今何の王手をすればいいか難しいですよね。例えば1三桂と王手をして取られなければ詰みなんですけれども、これ同じく角と取られてしまうんですよね。もうこいつを取るために俺はここにいるんだぐらいの勢いで取られてしまいます。で2二歩という王手もあるんですけれども、これも取ってくれれば詰みなんですが、1一玉と逃げられてね、もう一歩足りない、まあ、歩だと打ち歩詰めになっちゃうんですが、もうちょっと足りないなというところでもどかしい局面です。でここでなんですけれども、まあ、やっぱりこの角でこう桂馬を取られてしまう手がないとしたら、桂馬どういう風に使えばいいんだろうなっていうところをちょっと考えていただいて、多分もうちょっとでたどり着けると思いますので、まだ解けてない方もぜひ最後まで諦めずに解いてみてください。
それでは正解発表です。正解は2三銀、2一玉、1一馬、同じく玉、1二歩、2一玉、3三桂までの7手詰めでした。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。さあ、この問題とにかく上に逃げられちゃ嫌だよねっていうことで、まあ、2三銀はちょっとこの必要な一手でした。これだったら1三玉と逃げてくれるんだったら2五桂というとどめの手があります。これは即詰みですね。で、1四歩と打ってしまうとこれは打ち歩詰めなので注意が必要です。で、2一玉と2三銀には逃げるんですが、ここでまあ桂馬が打てない歩も微妙な、馬で4三馬と王手をする手もあるんですが、これもですね、合駒をやっぱりされてしまって、3三桂1一玉でこのね、打ち歩詰めが常につきまとってくるんですね。で、打ち歩詰めがある問題が、要するに歩を最後に残すと打ち歩詰めっぽい感じになってきてしまうので、先に歩を使ってで、もう一枚の駒でとどめを刺そうみたいに考えていただくと打ち歩詰めを回避しやすくなるかなと思います。で、そのために必要なのがこの1一馬でしたね。こんなに強い駒なんですが、今回はお膳立てをしていただく役割になりました。まあ、これを取るしかありませんね。で、取ってもらったことによって、まあ、ずっとこの1一2一でこの行き来がこうしんどかったんですが、先に1二歩と打つことができるんですね。で、これも2一に逃げる一手ですが、まあ、先ほどは3三桂から1二歩の順番で打ち歩詰めになったのが今度は逆になりましたので、無事に打ち歩詰めを回避して即詰みとさせることができました。で、1三桂と打ってしまうと同じく角と取られてしまうので、やっぱり注意は必要、気が抜けない問題ではありましたけれども、まあ、こんな風に結構打ち歩詰めはまあ本将棋でも反則、詰め将棋でもやっぱりダメなルールがありまして、結構こうよりシンプルな問題なんですけど、ちょっと複雑にしてくれるっていうような要素があるのかなと思いますが、この問題はもうその一番いい例だったのかなと思いますし、この攻めの土台をねしっかり銀と振ってこうつないでいって、そういうふうにすれば馬を捨てても大丈夫というような攻め方が一つ良かったのかなというふうに思います。はい、皆さんできましたかね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか？よろしければチャンネル登録そして高評価もよろしくお願いします。さあ、それではまたぜひ7手詰めも続けていきたいと思いますので、こういうヒントの出し方の方が嬉しいなっていうのがあったら、もしご意見いただけたら反映できるかもしれないので、ぜひぜひよろしくお願いします。一緒にいい動画にできていったら嬉しいです。どうぞ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。